コニコハローゆうでーす。はい、今回はゆうの独自の企画で副賞転がしをしながら1億円目指そうっていう企画あったじゃないですか。今日もかけました。はい、後ほどかけた馬券もお見せします。で、今回もし的中すれば17連勝になるので非常に緊張してるんですけども、レース映像を見ながら結果報告していきますので、気になる方は最後までご覧ください。はい、でその前に HH の新作を出してるので、それのご紹介からしたいと思うんですけども、先日久しぶりに癒しを求めて温泉旅館に行ってきたんですよ。でそこで指圧マッサージを予約したんですね。で、旅館が地方の方にあるから、人手不足で男性しかいないと、指圧師さんが。まあ渋々 OK 出してやってもらったんですけども、その指圧師さんが、結構スケベな方で、ゆうがうたた寝している時にとんでもない行動に出たんですよ。で、なんかお客様にだけ特別にってことで裏オプションをやり始めて、で、しまいには絶頂するまで SEX されるような、しかも2連発もで、はめて取ってるところも余儀なくされてみたいな感じで、すごく衝撃的な内容になってます。すべて実話です。はい、詳しい内容は本編で見てみてください。はい、こちら前編後編に分けて出してます。今だけ特典映像付きになってるので、また見てない方はぜひ今夜のおかずに見てみてください。で、前編後編と特典映像付きの完全収録バージョンも出しています。まあ、これは前編後編それぞれ購入するよりもお得な値段で見れますので、まだ見てない方はぜひそっちの方をチェックしてみてみてください。本編は下の概要欄にツイッターのリンクが貼ってあるんですけども、そこをクリックすると本編の URL が載ってあるので、そこをチェックしてみてみてください。はい、では、今日そのかけた馬券なんですけども、こちらです。はい、阪神8レース3番ソリダリティに45,900円かけております。はい、もしこれが3着以内に来れば17連勝になるので、今から結果見ていきたいと思います。よしよしよし、いいぞいいぞ、その調子、直線ですよ。あともしこれ2番のパトリオットラン、頑張ってソリダリティ4番のリチャード、いいよそのまま、3番のソリダリティ、いいよいいよ、突き抜けて、マジでマジで、スタートの3番から頑張って、粘れ粘れ、オッケーオッケー、いいよいいよ、ちょっと何やってんの、おいおい何やってんの、ちょっと待って待って待って、パトリオットラン、リチャード2頭のリチャード3番で1番ブルレスか、4着、こんなにコツコツ積み上げてきたものが一瞬にしてさ、こうさガタってなるのってちょっとこれきついね。雨降ってたからか、しかもダートだもんね。だよね、そうだよね、こんな日にやるべきじゃないか。うわー難しいね競馬、マジかよ。まあ負けちゃったもんはしょうがないか、切り替えてまた頑張ります。はい、あそうだ、明日皐月賞あるじゃないですか。で、明日こそ的中したいので、こちらお守りを買ってきました。開運祈願と幸福祈願と健康祈願、まあ、健康祈願はまあ関係ないんですけど明日にも、はい、なんかねこれパフューム付きのねお守りなのさ。そうめちゃくちゃいい香りするの、なんかいいかなと思って、これ身につけとけばさ明日的中するかもしれないと思って買ってきました。はい、かわいいでしょ、かわいくないね。あと昨日ブルガリホテル東京に初潜入ってことで動画出したじゃないですか。でそこで買ってきたケーキがあるので、それもちょっと紹介しようかなって思って。そう珍しいんですよこのケーキ、なんか1個3900円もするケーキなんですね。欲張って2個買ってきちゃったんですけどまず1個目、この箱すごくない？パカッて開けるじゃん、かっこいいねこの箱ね。こちらが一番人気のケーキです。はい、チョコでコーティングされたケーキになってて、なんて言っただけかな、ちょっと忘れちゃったなまあいいや。はい、これとこちらがタルトです。上にブルガリのチョコレートが、
載ってあって、ベリー状の、ペーストだったかで、マカダミアナッツと、あとあのタルト生地になってるのかな、これがね、はい、です。美味しそうじゃない？まあ今からちょっとね、おやつにいただこうかなって思って紹介しただけです。はい、まあ、気を取り直して明日も皐月賞頑張っていきましょう。はい、じゃあ今日も最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。